ポチは絶対だって福岡だから、うん、ね一緒にうわねうん福はいこれにて終待て兄貴あんたは我が道ああそ俺は大分に一票を投じるいや、俺はパイが置いたはず。ああ。え、そういうことや。たく。え？うん？とにかく。このままじゃ平行。うん。ほな、しゃあないな。え？わいらは誰が何と言うやから。お前ら。そ。ほなな。どうせ引き止めても無駄だろう。まそのうちトランシやっぱお前らのことが心配やでもあとにかく俺たちも移動し目的地は多いこれお前が食べ物のにごめん別にもうちゃんそもそもお前一体そのリュックの中スコーンドンタコスオレンジ全部お菓子全部じゃないよとっくに腐ってんだろうがそんなみんないつも僕食うな食うなひだしでマトに煮込ん足でマトに別に足ああうんうんみんな関西、中古、みんなイナゴそういえばこのトランシーバーの電波が届く範囲あいつらがそのまま福岡を目指しているならまあいつらがのたれ死のうと兄貴なんでそんなにピリピリいくら疲れているとはいえだがそのイライラもそろそろ目的地の。やはりこの街も。誰もいないみ。鹿児島で見たあのでっかい植物。ちょっと。無神経にも程があるぞ。パイはこの街で生まれ育った。大分県の出身ってのは知ってたが。すまんううん生まれ故郷の町でも私まあその東京もとにかく人さっきはあんなことを言っちまったがうんそうだねでは前と同じせーのん僕とレイチはグーチーム私とジェンヌはバニラとお兄ちゃんはパーチー兄貴異論はないか全く問題ないお兄ちゃんのことなら任せといてでは早速だが行動開始何か見つけたらトラ了解それじゃあレイチョ僕まずはどの辺からへぇ今のは行ってみよう
ダンゴムシだろ。どっ、なんでこんなに。理由はわからん。で、パイはどう。ああ、それでツン。いや、もどっちでもいい。とにかくそれでパイは捕まる。ああ、うえ、見えない。どうするも何も、3人で力を合わせ、行くぞ。いや、ちょっと待って。うわもうちゃん、ごめん、足がすくんで。お願い、もうちゃん、助けて。なんとか。あいかわ、本当の勇者っちゅうのはな。そうか、もし。お前に激突した衝撃。そんな。ところで、お前の体。ああ、そういえば、まあいい。でも、さっき。大丈夫。僕らの力。ああ、で、僕にできる。できるさ、何事も。なんさあ、とにかく行くぞ。あのダンゴムシを追うんだ。ダンゴムシ。わかった。愛をさらったダンゴムシとは。レイチョ、モーちゃん、行くぞ。レイチの投擲の。まあ何にせよ、引き続き。うん、まあ、もし固まったまま私の知り合いに。その末路はそう。急いで追いかけるぞ。どうする。そんな。
礼ならモーちゃんに。モーちゃんの力がなければ。ありがとうね。もう一緒というか頭。それ携帯電話。僕こうしてマジか。両親は持ってる。うん、携帯なんて持つ必要、うん、レイチョ使い方。そうか、なら壊してしまっては元。みんな逃げるぞ。ごめん。記憶喪失の次は幻。話すと長いんだ。説明は。じゃ、ここは温泉で有名。残念ながら人はどこに。そこに入るの。みんなで。うん。バカ。当たり前じゃん。そういう。うん。私もせっかく来たんだし。長旅で疲れ。うん。のんびり。うん、バイ。私。あ、レイチョ。もうレイチョったら。さ、とに。その人をとやるに。バーイ。温泉。温泉。わなあ、ここは温泉街なのに俺たち。それが長いことをね。それにバラバラの部屋に分かれるより。いや、俺も。レイチョって、そっか、一体どんなところ。噂によると、東京の言葉、みんな普段の会法律で串カツを。あのね、前大阪にいた。あれあれ安心
ょっちゅう温泉唐揚げ屋さんが、あ、そうそう、春にお見知り努力遠足は、私は途中なんと高学年、大分っ子はね、今日もいっぱいある。巨大植物に続いて、レイチャたちは鹿児島でい、この世界はやはり人間は、いや、とにかく家に帰ろう。ああ、レイチャ、福岡のニョロだけじゃなくて、どうしたんだジェンヌ。ああ、兄貴、ああ答えないってことは何かが足りない。関西中高一人でもかけたら、うん、僕もそう、もうちょ、僕はいつもあいつらにか、でもそのからかい、まるで絡みのないから、うん、その福岡、いや、あいつらの足ならと、でもそれって福岡に、確かにそうだけど、おい、俺たちはこれから四国、四国のまずはだから、もっとしたら、お兄ちゃん、そのトランシーバーの電波、なるほど、え、タッツンは我々が持っているトランシーだから、何、短波体の電磁波は地球ってことは、今の兄貴の言葉、ま、運が良ければ、じゃあ僕たちも、だから運次第、トランシーバーは携帯で、携電話、あ、そうだ、実はすごい兄貴、使い方、ああ、あ、で、だがバッテリーが、じゃあまずはとりあえず110番、こいつは、うん、なあ、今はどうしてそんなこと、いいから頼む、1090だよな、だったら、そんな嘘でしょ、気がかりなのは年数の、あの携帯きっと壊れてたんだよ、もしかして、おっと、海底遊園地にあった、あの中で、ほら、映画とかで見、ポッドの中で冷凍、コールドスリープ、あ、細かく切った、それはコールドスリープ、コールスロー、すまんね、正直今のはドン滑りだった、ここに来るまでの間に、例えば町からたった1日ではありえないが、だが、もしかして私、モーちゃんやレイチョに、くし、他のみんなにも、通常であればこうも立て続けにおかしなことが、おいおいジェン、だが仮にそうだったとし、誰が、何の、確かに、うわぁ、な、な、な、見るからに怪しい、や、だが、人間、人間、人間、わぁ、まさか、あ、エーケン、聞いよう、ここは
わしらが暮らしとるし。ってことは他もちろんよ。やっぱり諦めずに歩いてきた。わしらはここで今日、まあそれもこれもその今日おーい。あっ兄貴お前。そっちこそ。兄貴の無線が届いたんだ。中古無事だったみたい。ええ、道中いろんなトラブルが。今年はネズミだし。何ポーチ。おかげさまでなんとか。途中で雪男。え、雪男にあら、ニャクオカで変な人に襲われ。変な人も何か一人だけ、うん、なあみんな聞いてくれ。この子はなんやようわからんけど関西行って。ああとにかく途中で会って。ほな今日ささ。